トカレフ TT-33 トカレフ TT-33 に関連する作品の一覧は、ソビエト連邦の拳銃トカレフ TT-33 に関連する作品の一覧である。近年の人気映画や、中国製作の軍事映画作品には全般にわたって、登場している。レッド・リターンズ、エドワード・ベイリーが使用する。エイプリル・フールズ・ニッタ・アが、 誘拐犯の落とした本銃を拾う形で使用。踊る、大捜査船、ザ・ファイナル新たなる希望、クゼトモノリが、証拠品として保管されていたものを使用。ケルベロス地獄の番犬国外逃亡を果たしたととめ、クレナい意地を追って、日本から来た公安の男たちのうち、カズトが54式手槍を使用。強化服を着装した犬とも見合う際に発砲し、彼に致命傷を負わせる。 スターリングラードスターリングラードの戦闘で赤軍将兵が使用。また、内務人民委員の一部が本銃で戦場から撤退する赤軍将兵を射殺する。このほかフルシチョフが敗退続きの赤軍将軍に自決を命じて本銃を渡し、将軍はフルシチョフの退出後に本銃を口に加えて発砲、自決する。デスノート劇場版で、 銀行強盗の生き残りが乗っ取ったバス内でリュークに発砲。泣く男 TT-33 と54式手槍が登場。54式はハッカーの住む団地での銃撃戦で主人公のゴンが使用。ハードボイルドシーン、男たちの番下前編にわたって M213 が登場。物語序盤の銃器密売のシーンで、 中国軍からの横流し品という設定が語られる。直後の銃撃戦シーンでは密売人が使用するほか、ウユンファが演じる、主人公の敵イーラーも二丁拳銃で使用。ブラックホークダウン、ソマリア民兵が、ランディシュガーと一等軍曹に対して、至近距離から11発撃ち込んで殺害する。プレシディオの男たち冒頭で起きた、殺人事件に使用された凶器。出所は、 ベトナム戦争の戦地で出征したアメリカ軍将兵が獲得した戦利品とのこと。プレデターズロシア軍スペツナズのアルファ部隊に属するニコライが所持。当初は M134 ミニガンがメインアームで、本銃はサイドアーム止まりだったが、M134 を破壊されて以降はメインアームとなり、ドッグハンドラープレデターとの戦闘では直撃弾を与えるが、 小さなダメージを与えただけだった。炎628パルチザンの指揮官が使用。ポリスストーリー3中国人民武装警察部隊が54、指揮手ありを使用。ミュージアム映画同盟漫画の映画化、猟奇的殺人犯のカエル男に妻と息子を誘拐され部下の西野刑事を殺されたことにより、捜査から外された主人公。 沢村刑事が、裏ルートから50万円で購入した本銃を装備し、単独捜査を行う。民謀の女オープニングに登場。外国人女性の下着に、アルミ箔で包んだ銃と弾倉を挟むという、暴力団の密輸の方法が再現されている。乱暴、怒りの脱出ベトナム人民軍と、ベトナム河川海賊が、M57 を使用。中盤。 工馬を射殺した大軍装が乱暴にとどめを刺そうと遠距離から射撃するが届かず、乱暴の放ったクロス棒が腹部に命中し、体ごと粉々に吹き飛ぶ。乱暴3、怒りのアフガン中盤、トラウトマンと共に囚われた CIA 工作員を射殺する際にソ連兵が使用。フェイト、ゼロエミアギレツグが使用。ヘルシシング少佐の回想シーンで赤軍将校が使用する。 オーディナリー、和田春香が使用。ウクライナ混成旅団単行本、幻の氷座パンサーインウクライナ1950、または、独立戦車隊収録作品。ウッパが暴動を起こす。際の武器として、各班に一丁ずつ配布される。雲の向こう、約束の場所白川が使用。ハロー終わりネズミの暗殺要因が、サプレッサー付けのものを所持。ケニンテロ組織ヘビのアンブルーム。 ボナーが使用しており、第1話では、大沢マリアと偶然助けに来たカナンに対して、発砲している。ソードアート、オンラインファントムバレット編にて、黒星54式の名前で登場。四重が、ガンゲールオンラインにて、ゼクシードが出演している、番組、m m ーストリームを生放送中の TV 画面へ、発砲。薄字をたらこをスコードローンの集会に乱入して銃撃。 POB 中にペールライダー、ギャレットを銃撃、計4名を殺害している。また、シノンが11歳の頃巻き込まれた、郵便局強盗事件で犯人が使用していた銃で、シノンは母親を守るために、犯人から銃を奪い、犯人を殺害している。ヒドゥンデンジャラスにソ連兵が使用。プレイヤーも、使用可能。コールオブデューティシリーズ、COD にソビエト連邦編のみ、 tt-30 が使用可能。COD、ボーレズの負のキャンペーンでソ連軍が使用しており、拾えば使用可能。なぜかイギリス軍のコマンドもサイドアームとして使用している。スナイパーエリート部にソ連軍のスナイパーがサイドアームとして使用する。主人公も DLC、ストリート、ピエールを導入することで使用可能になる。ソードアート、オンラインフェイタル。 バレット、プロスティ、ダブエリエ、プロキノスと小華の名で登場。極めてわかりづらいな外見が若干アレンジされた、架空銃である。バザルト城が使用。原作同様にストーリーに大きく関わる、死獣の使用は、イベントシーンのみ。バトルフィールドシリーズ、BFV 北ベトナム軍、ベトコンで使用可能。竜がごとく、ヤクザ全般が使用。トカレフ TT-33 は、 日本では暴力団などによって犯罪に多用されるため非常にイメージが悪く遊戯銃玩具としては人気がなくモデル化されたものは少ない。唯一ハドソン産業が発火式モデルガンとブローバックガスガンでモデルアップしていた。しかしモデルガンの方は中国製の実銃より加工は荒くないがいまいち動作は鈍い。ブローバックガスガンの方も 発売当初に生産されていたタイプ A と呼ばれるモデルはガス漏れが頻発し安定した動作が期待できなかったが現在発売されている改良型のタイプ B はガス漏れもなく動作も非常に安定している実物では安全装置を一切持たないことが特徴であるトカレフであるが自主規制上エアソフトガンでは手動安全装置を持たせなければならないタイプ A では スライドストップレバーが安全装置のレバーを兼ねているため、スライドストップを操作する際に勢い余って安全装置をかけてしまい、発射不能になることもある。タイプ B では、左グリップ髪型からスイッチ状のレバーが入っており、グリップを付け直すだけで実物通りの安全装置がない状態を再現できる。当然のことながら、暴発の危険性も実物通りとなる。しかし、 モデルガンもブローバックガスガン。ただし、実中のトリガープルも重いことで有名で、その操作感触もあまり出来の良い,いものではないため、ある意味リアルであり、マニアにはかえって喜ばれている。2010年代に入り、韓国のトースター社によって、コッキング式のエアソフトガンとして、モデル化され、日本国内でも流通している。やはりガンとしての安全性上。 手動安全装置が必要なため、スライドストップの下に円形のノッチが追加されており、これを回転させることによって安全装置が機能する機構となっている。2013年には KSC からブローバックガスガンがモデル化、ハドソン産業廃業以来のブローバックガスガン化となった。JASG の自主規制上手動安全装置が不要なため、実物通りに安全装置を持たない。 ありがとうございます。